君津市、コミュニティバスは、千葉県君津市が委託、運営する、コミュニティバスである。これまで、民営バス会社が、君津市内を運行していたバス路線が、利用客減少などを理由に廃止されたことにより、2005年から、君津市が主体となって、同市中心部及び山間部にて、バス3路線、デマンドタクシー1路線を運行している。運行については、 日東交通と大新東の2社に委託している。運賃は200円均一。専用回数券も発売している。小糸川循環線に収益する中型車日東交通普通運輸営業所に運行委託。これまで日東交通が運行していた九州南線、旧機密市内線、九条限線の廃止に伴う代替路線として循環運行している。 この路線の運行にあたっては、事前に運行検討委員会を設けて、沿線住民からの意見などを参考に協議調整を行ってきた。その結果、市内通貨型、または、機密駅、機密市内志行のコースを定め、コースに金融機関、医療機関、商業施設のある地域を含ませることなどを盛り込んだ案が2004年度末までに作成された。 運行開始まで期間が限られていたが、市民の期待を裏切ってはならないと、運行検討委員会は、利用しやすいバスの再構築などの協議を続け、2005年10月の運行開始にこぎつけた。その後、利用客が多いなど好調なことから、2010年に、同志コミュニティバスとしては、初めての中型車両が新たに導入された。 遠隔オレンジドリーム号大新東に運行委託。これまでバス路線が走っていなかった地域の交通不便を解消させることを目的に解説された循環路線である。遠隔総夜風号大新東に運行委託。これまで日東交通が運行していた旧三島線、九州西線の一部区間の廃止に伴う代替路線として運行している。 ちなみに、愛称は秋元地区の、あと三島地区の、身を合わせた造語で、アミーゴとも書けている。また、アミーゴ、そよ風号を乗り継ぐ場合、乗り継ぎ券を発行の上、同一区間一回の料金で利用可能である。遠隔大震東に運行委託。機密指導部の交通不便を解消させることを、目的に実証運行されている。 デマンドタクシーで2011年にオビツ・クルリ地区でサービスを開始した。翌年の2012年9月1日より運行エリアが亀山地区に拡大された。2013年10月1日より本格運行に行う運行委託事業者が鴨川ニットオバスから大震東へと変更となっている。2018年4月1日から 回数券が導入されている。表記の運行区間は廃止時点のものである。これまで、鴨川日東バスが運行していた、旧高木原線と旧亀山線の一部区間の廃止に伴う代替路線として運行していた。遠隔基本的に乗り降りが楽なノンステップタイプを使用する。小糸川循環線には三菱不装、エアロミディ MJ、イスズエルガミオ、 日産ディーゼルスペースランナー RM が、瞳、大和田、三角線、中島、豊房線、そよ風号、アミー号には、日野、ポンチョがそれぞれ採用されている。当初、小糸川循環線では、専用に導入された、三菱不走、エアロミ DME、ブルードリーム号、グリーンドリーム号を使用していたが、2016年に、道路線での運用を終了し、 アモイニットオーバスに譲渡された。その後、2017年にアモイニットオーバスは日東交通に吸収合併されたため、現在は日東交通、カズサ港出張所管内の一般路線で運用されている。現在使用されているエルガミオは、道路線用に新車導入された車両、エアロミディ MJ は日東交通の一般路線と共通運用している。 車両で、いずれも、日東交通カラーとなっている。ただし、デマンドタクシーについては、小回りの利くワンボックスタイプが使用される。また、車体カラーリングについては、運行開始後しばらくは、収益路線ごとに異なっていたが、2009年以降に導入された車両は、下地は、若くサイロを基調とし、同種のマスコットキャラクターである、君、ピョンが描かれるようになった。 また、大震東が委託されている、瞳、大和田、三角線と、中島、豊房線は2020年から大震東の路線バスカラーに、君ぴょんがラッピングされたカラーに変更されている。AB、エアロロード、エアロミディ ME が走る町君津市役所企画財政部。不層2005年12月号。三菱不層トラックバス。 2011年5月11日閲覧。コミュニティバスのご案内。君密市。2019年3月11日閲覧。早く休憩したくて、途中で運行打ち切り運転手5人。計50回君密市のコミバス。千葉トーピ。千葉日報社。2015年12月19日閲覧。君密のコミュニティバス。勝手に途中から改装千葉。 産経ニュース。産経新聞社。2015年12月19日閲覧。乗客いない時は勝手に回送運行し、委託業者に損害賠償請求へ。東京ウェブ東京新聞。2015年12月31日閲覧。コミュニティバスの一部運行における途中打ち切りに関するお詫び。日東交通。 2015年12月20日閲覧4月1日からコミュニティバス省糸川循環線で交通系 IC カードが利用可能になります暮らしの情報機密市2018年3月29日閲覧コミュニティバス瞳大和田三角線の運行経路を変更します広報機密2012年12月号 P2 君津市役所企画政策部共同推進課2012年12月23日閲覧トイレに行きたくなった千葉のバス運転手終点行かず産経ニュース産経新聞社2019年5月19日閲覧平成30年度第2回君津市地域公共交通会議資料君津市2019年5月16日閲覧 バス庫内、運転手出勤せず、機密市で、始発欠便。千葉日報。2019年5月19日閲覧。機密市、デマンドタクシー、君ピョン号の取り組み。機密市企画政策課。2019年5月19日閲覧。4月1日から、コミュニティバスデマンドタクシー共通回数乗車券を販売しています。機密市。 2019年3月11日閲覧。ありがとうございます。